どうも皆様ごきげんようです。それでは、ワールドに、いやいや、その前に、あれや、マリオラビッツ、キングダムバトルね、これ。ワールド2の隠しエリアに来ましたよ、と。激アツバトル。ボス戦の曲かな。あんまりぐるぐるしないように。おい、わあ、なんか密集してんな。すべての敵を倒せ。はい。で、まあ、この隠しエリアが終わったら、ワールド、3に向かいたいと思います。すべての敵を倒せか。まあ、普通にやっていいんじゃないかなと思うんだけど、これはさ、これでやりたいんだけど、すげえ爆発範囲だもんな。ピーチには届かないか、マリオに届いちゃうのか。じゃあ、スライディングして、ピーチで跳ねさせてもらって遠くへ逃げようかね。はい、 OK。 まあまあこれでいいんじゃないかい。でスライディングが2回できるのかな。そうだね、スライディングが2回できるんで、どうしよっかな。まあここでいっか。おい、 OK。 しかも範囲攻撃だからね、相当ダメージ与えましたね今ね。ピーチ姫にちょっと任せた方がいいかな。ここは40か。ダメージをでかい、あれだ、HP が多く残ってるやつに多く与えてここに飛ぶ。 OK。 で後ろから一網打尽。 OK です。ハハハハハ。あー、 P チームも燃え広がっちゃったのね。相当コインが落ちましたね。待って、届くね。 OK、 よし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 。コインを拾いたいけどこれ拾えないなきっとな。まあとりあえずマリオで先にやっちゃうか。エレガントアイつけておくか。ターンかかっちゃってもいいから別に。打ってOK。 すげえ打ち抜いたね。終わった、もしかして終わっちゃったね。次のターンまでかけてコインを一気に拾おうかなと思ったんだけど、そんなことは、おお、ある。やったやったやった、よかったよかった。あれ残るもんだっけ。今まで残ってなかったと思うんだけどな。残るんだったらじゃあ安心して攻略できますね。すべての中ボスを倒せ。ああ、お前か。ブリザードのやつもいる？いるね。中ボスを倒せだから、この2体を倒せばいいね。OK です。じゃあまあとりあえず行きますか。中ボスを倒せだけど、ここに1匹、で、ザコが3匹いて、サポーターも1匹いて、でここに中ボスが1匹か。結局なんか全員倒さないといけないっぽいよねこれね。難しいぜ。待って、こうかな。ほい、で攻撃は当たりはせんでしょ。これもできるものではないね。OK。じゃあ、マリオ届く？あ、一応上に行きはするか。じゃあ、ここで。一応ね、低い壁の後ろでも止まる必要はあるかと。OK。ヒーローサイドしよっか。OK。で、ピーチだな。ほい。
こんな感じかな。 OK。 さてどうしたもんかな。まあファイヤーの方がいいよねきっとね。 OK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 。 いいよいいよいいよ。で場外、いいんじゃない、いいんじゃない、非常にいいと思いますよ。エレガントアイ必要か。敵が近づいてくる可能性あるからエレガントアイしておくか。よし、こんなもんかな。うん、そうだね。吹っ飛ぶ。オッケーオッケー。わお、火を吹く。 OK、 ハニー、ハニーか。2人ともハニーはきついな。回復しちゃうか。いや爆弾投げてきたな。あ、ハニーの効果消えてないそれで。ハハハハハ、中ボスにもついたぞ今。あいつな遠距離だからな。大丈夫か。ダークヒーローサイトしてね。爆弾投げてきそう。やっぱりそうか。今中ボスにも火がついたね。あ、また再びついた。そんな何回も火がつくものなの。プロテクトしましたね。さてどうしてやろっか。とりあえずスライディングで剥がしていいと思うんだよ。うん、でもピーチ姫近くまで来れないのか。順番が重要だなこれな。できる限り敵は近くに来てほしいものだが、ダークヒーローサイド。おっとアイスになってしまった。しゃあないか、こうなったら。ほらよ、ヴァンパイアは発動しねえか。とりあえずいいでしょう。スライディングしてこっちまで来ようかな。はい、OK。 でマリオスライディングって倒せない。あ、微妙に倒せないか。微妙に倒せないんだね。じゃスライディングして降りて撃つ。絶対これで倒せるでしょ。 OK です。1体目はこれで終了。いやーこれはいらないかな。で、うん、これだよねきっとね。敵の頭数減らした方がいいと思うんだわ。はい、 OK です。プロテクトするか。 OK です。ピーチ姫が今肩代わりしてるからね。ははは、火がつくね。ただボスの攻撃、中ボスの攻撃がまだ残ってるから。ピーチ姫か、そっちか。101、わお65。あ、まあダメージ肩代わりしているからこそやられなかった感じだな。でダークヒーローサイトしたね今あいつね。つらいな、ダークヒーローサイトされたか。スライディングするしかないよねこれね。スライディングしてハンマーで倒すか。 OK、 ハンマーなら一撃でしょ。 OK、
よし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 。まあ雑魚敵はしっかり処分できてる感じですね。どうしようかこれ。まだアイスラムな。おい。で移動はまだしない。おっと。ピーチミそんな感じか。チームジャンプしてちょっと食らうよね。うん、108でもここで、はい、回復 OK。 よしよしよし、まあ、こんな感じでいいんじゃないかな。で今今ダークヒーローサイトが発動したんで、こいつをスライディングして逃げることも可能。 OK。でちょっと戦力を集中させよう。こんなもんかなね。はい、まあ投げてくるよね。でもこれでボスの攻撃食らっても一撃じゃ落とせないとは思う。どうぞ。98回でもつらいね。まずマリオかな。マリオか。まあいいでしょう。ほい。うん、ここは食らっちゃうのはしょうがない。オッケー。まあそこはねしょうがないんだよね。うーん、いや待って待って、ピーチ目でこうかな。おい、オッケー、回復。下は確実に倒せる。爆弾で吹っ飛ばすか。これがいいね。オッケー、オッケーです。壁に隠れることはできなくなったけれども、まあしゃあなししゃあなしで 100% で当たるようになったから、ああもうパワーブーストするか。その上で陶器 OK。 いいよ、だいぶいいんじゃないかい。うーん、壁の後ろに一応置いといた方がいいんだよなきっとな。ガラもいないか。オッケー。お、あ、ピーチ目やられるか。108か。やられちゃったね。さあもうしょうがないわ。ただ61でしょう。多分なんとかなるよ。おい、おっと、そんな感じか。いやでもマリオじゃないとダメだ。ラビッツマリオだともう HP が少ないから、もう絶対ダークヒーローサイトの餌食になる。あ、でも上がってきてからか。それだったらまだ良かったような気もするけど、まあでもこれで終わりだ。オッケー。ちょっと時間かかっちゃったね。残念です。ん？これで終わり？秘密の谷。え、もしかしてさ、秘密のチャプターってさ、いくつかに分かれてる？あ、でもゴールドウェポン手に入った。これでおしまい？あ、でもなんかいろいろある。あれ？石像なんてどっかあった？で、これを緑の、はい、ここに乗せると。はい、両方開くよと。よしよしよし。で、パワーオブがゲット。20個、これ、でかいんだよな。イラストか。巨大冷蔵庫。ああ、なるほどね。よし、じゃあワールド2はこんな感じかな。はい、それではワールド3スプーキートレイル、こちらを攻略していきましょう。あ、石像は前回乗せたけど元に戻ってんのね。テレサが出てくんの。あら、かわいい。俺前も言ったけどね、こういう雰囲気ね、俺好きなんだよね。よし、では行きましょうか。
スプーキートレイル、お化けの道という名前の通りの場所ですね。クッパジュニアもスポーギーも見つかりません。はあ、お、メールが届いた。久しぶりだね。僕の大ファンが助けてくれるかも。ん？ビーポ君、スプーキートレイルへようこそ。いいところだぞ。目の前に門があるぞ。誰かわかんないの？門がありますね。この月の門の先にはキノコ王国にいる邪魔者を倒してくれる英雄が眠っている。そいつを目覚めさせるんだ。キノコ王国にいる邪魔者を倒してくれる英雄が眠っている。門を開けるためには2つのなんとかっていう失われたアイテムが必要だ。失われたアイテムを見つけて英雄トム・ファンを目覚めさせろ。お前たちの顔を見たら嬉しくてきっと歌い出すぜ。いつもとちょっと雰囲気が違いましたが、素晴らしい情報をくれましたね。どうなるかわからないけど、とにかく2つの失われたアイテムを探しましょう。アイテムを2つ探してこの門を開けと。開けんこと。英雄トム・ファン、届かないな。え、これはなんかあるの？そういうわけじゃないね。アイテム2つ、まあとりあえずいける。あ、はい。強い力でテレサが捕まっている。ここは本当に気をつけた方が良さそうです。テレサロッキングされてんの？ほーんって。じゃあテレサは敵としては出てこないのかな。あ、ここにアイテムを2つ載せろと。大豆がありますね。隣にも同じものが。失われたアイテムと関係がありそうですね。失われたアイテムをこう両方置けと。そういうわけか。了解した。ステージか。OK。敵を10体倒せ。10体倒せってことは、10体湧いて出てくるのかな？なんかそこはかとなく感じる、なんかこうちょっと別のゲームに雰囲気が似てますな。敵がいっぱいいる？何体ぐらいいる？ 1、2、3、4、5、6か。湧いて出てくるやつもいるだろうから。そうね、湧いて出てくるやつ絶対いるね。まあ、スライディングスライディングでいいんじゃないかな。スライディングスライディングでどうしようか。見たいとも倒せちゃうんだな、スライディングでな。じゃあこっち側行こうか。ほい。ダーン！ダーン！オッケーです。相当な破壊力。どうしよう。ブロック壊す意味でも、こっちの方がいいかな。いや、待てよ。いや、近くに寄らせても意味ねえな、これな。じゃあ、はい、ブロックを破壊しましょう。OK、OK。ブロックは完全には壊れない。よしよしよし。まあ、アイテム回収しといて、マリオがいいかな。スライディング、チームジャンプ、踏みつけからの、こんなところとかどうです？はい。ドンと。OK。よし。こっからだったらハンマーで思いっきりぶん殴れんじゃない？ね。ですね。はい。OK。しかも、微妙に高い場所からの攻撃だから、攻撃力が少し上がってましたね。で、ヒーローサイト使っておけばよしと。OK。で、どうしようかな。スライディングからの、壁に本当は隠れたいところではあるけど、チームジャンプで遠くまで行ける？あ、行けますね。スライディングでダメージ。OK。んでもって、遠くの敵を攻撃した方がいいかな。 OK。 でもってエルガントアイ OK です。これでよろしいんじゃないでしょうか。インクか。まあでもエレガントアイは発動するんだな。 OK。 150ダメージはでかい。 OK です。で、ヒーローサイトも発動するよ。OK。さあ、では戦力を集中させようか。ね。他に出ている場所はないかな？な、さ、そ、お、ね、OK。じゃあ、
こんな感じでひょいひょいっとクリアで、マリオにチームジャンプさせておいてっと。で、ピーチ姫で、ほい、 HP を全員回復。 OK、 このターンはこれでいいよ。正直敵はどんどん出てきてもらわないと困る。ブロック OK、 ヒーローサイトか。お、近くに来ましたね。うん、 OK です。ん、今何か見えたけど敵がどっか出てんのかな。そういうわけではない。テレサが何か悪巧みでもしたのかな。よくわかりませんね。どうしよう。スライディングチームジャンプ、スライディング、どうしよう。こっちの方がいいかな。すげえ広範囲で、どうしようか。ここぐらいだったら OK かな。まあ2回当たるよね。うん、でよし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 、近づいておいで。ああ、いい感じいい感じいい感じで、ピーチ姫で回復をさせてあげたいから OK で、その上でラビッツマリオでショットガン OK、 ヴァンパイアが発動して、いい感じで HP を回復してくれましたね。じゃあもうこれターン終了でいいんじゃない。上に発動してたのね。まあでも降りてきてくれたから嬉しいね。ダークヒーローサイト、お前らも降りてくる。降りてこないよね。そうだよね。あそこチームジャンプでなんとかして上がるしかねえな。見てくれがちょっと怖いけどさ、あんまりなんかこう強くなってる感じはしないね。さあ、ピーチ姫狙われたけど、今はどうしようもないかな。まあ、とりあえず。インクか。さて、どうするか。左のやつに集まってきてもらうか。俺らはこっちに戦力を集中させよう。ね。地面に当たる。で、ダメだ、チームジャンプじゃダメだ。じゃあ、どうしようかな。ここでいっか。ほい。確実にダメージを与えたいけど、あれ？でも 50% か、これ。え、50% なの？これ。じゃあ、これで。OK。で、はい、ヒーローサイト、もうこれでいいんじゃない。あと今このステージ上にいる2体を倒せば終わりだからね。まず攻撃してくるっしょ。 OK、 はい、さよなら。 OK です。で、あと今左の方にいるやつが降りてきてくれれば OK ですね。もう一発オーケー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 。お、貫通？え、今、ああ、いや違う、プロテクターの効果が発動しただけか。はい。よいしょーい、クリア。オッケー。とりあえずダメージ与えるだけ与えるか。あ、食らったね。オッケーオッケー。じゃあこれで終了です。はい、ありがとうございました。ああ、5ターン、ギリギリだね。OK です。あれ？ HP 回復しちゃったことはもう、このチャプターはこれで終了？早ない？はい、英雄トムファンですね。
パーフェクトです。奥の門が開いた。何かありそうです。行ってみましょう。あ、左右の扉も開いたよ。行かないといけないところが増えちゃう。そういうのめんどくさいんだよな。こっちは何もない。な、さ、そうね。うん、左右から行く。左右から行った方が良さそうだよね、これね。とりあえず行くか。お、テレサがおる。ちょっと待ってね、カメラぐるぐるするよ。あー、え、あー、宝箱がある。うん、快適タロットカード発見、ミュージアムで確認できます。タロットカード、これさ、上から降りてこないといけないやつじゃん。行けなくない？左側？あ、土管。え、え、え？触手が鎖で押さえられてるのか。え？何のために？こっちはちょっと広いぞ。宝箱とかちょっと見落としそうだな。ちょ、ぐるぐるして申し訳ない。ああ、あったあった。スプーキー時期ね。はい。さっきのやつですね。え？ちょっと広いな。宝箱。はい。ホットコールド。これはワールド2の曲じゃないの？はい。こっちも宝箱。ここが最奥地かな？ OK。スプーキー時期。はい。フィギュアね。OK。引いてますね。こんなもんかな。あとさ、土管がどっかにあったよね。土管はあそこに繋がってるのか。今なんか変な声が聞こえたけど。お？どこかで何かやってますね。スプーキーサポーター。まだ出会ってないけどね、スピーキーサポーターは。え、絶対どっかに何かあるって。声が聞こえるもん。え、どこで何やってんの？ん？ ん？ ああ、そこにいるのか。この煙突がつながっている暖炉が使われなければいいんだけど。確かに。ここか。なるほどね。でも確かになんかラビッツたち全然いなくない？今まで。なんか雰囲気ぶち壊すような雰囲気のラビッツたちがここには全然いないんですけど。どうしよっか。なんか微妙に時間が足りないような気がする。ワールドに、あ、この扉は入れるのかな。入れはしないか。うん。ああ、まだある。ああ、で、こっちに土管がある。結構なんか複雑だぞ。1、2、3。あ、向こうにもあるのね。4、はい。5、6、7。え、あと1枚どこ？ん？あった！オッケー、危ねえ。岩に隠れてましたね。でもって、ここブロックがあるから、多分これの通りに並び替えないといけないと思う。こうして。こうして。これは一番端っこか。あ、違う。あ、バカ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 。なんか違うな。え、違う？え、合ってるっぽいけどな。あと2マス。あれ？これじゃダメなの？
わからんなこれ。あ、そういうことか。これさ、左右対称になってるからさ、これも左右対称にしないといけないんじゃない？だから、オッケー、そういうことか。いやー、観察力パワーオブ20個でしょ。このね、なんか配置を揃える系はね、パワーオブが結構たくさん手に入るから嬉しいんだよね。はいはーい、オッケーかな。よし、じゃあ今回こんなもんかな。ちょっといろいろ探索に時間かかっちゃいますね。イバラバウンス、悪い敵はおねんねの時間、スプーキートレイルのイバラ製。あ、怖いっすねそれは。よし、じゃあここからワールド2ですね。よし、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。